Yeah, yeah, we have all that. Hello. Hi. How you doing? Good, how are you? I'm good. I'm Mike. Oh, I'm Hey. Brian. Oh, hi. He, he, Brian handles mitigation stuff, and then I'm on the repair side after he's done. Okay. Okay. Mm -hmm. Yeah, so basically, everything within the blue tape is what we're going to remove. Yeah, wherever you see an X, that means we're removing that wall, floor to ceiling. Also. おはようございます k o h h ですはい、えー、家の方ねお貸ししてあった家ようやく、えー、見に行けました はい、まあね、見に行った後、そしてね、修理会社の人と早速、話し合ったわけですよ。はい、でね、今日の動画は、家をね、中古で販売するにあたり、こういった決断があったと、うーん、今回のね、決断はもう僕と嫁にとっては、究極の選択でした。今後を左右する。 まあお金、資金的にもね、えー、そこをだんだんついてくるという状況の中、本当に迷いました。まあその迷ったことと、ね、今この途中経過も、まあ家を販売するにあたって途中経過もね、兼ねて、一緒に兼ねてお話しし,てし,し,したいと思います。はい。ええー、まずですね、ようやくテナントさんが、まあ出てってくれたということで、まあホッとしております。 はいまあ、それがないと始められなかったわけですから修理が人、はいまあ、段落と言いますかそこはそこで、ね、ちょっと一つ落ち着いたところでありますでね、まあ、見てきて、まあ素,人ね、素人目線ではあるんですけれどもちょっと状態の方は思ったほど悪くなかったかなというのは個人的にはねまず思ったんですよ、まあ、でもね修理会社の人がまあ後でまあ来られて、まあ、話し合った結果、えー、当初のね まあ予定していたりりよりやっぱり遥かにまあ上回るだろううとということでした、ま、だってまあ水漏れが起こってからほったらかしだったわけですからまあ水漏れ自体はね止まってたとはしてもそこで修理まあ本来であればまもう先月の今頃には始められていることだったんですけどもそれが始められなかったということで直す貸しも増えるだろうということだったんですよねで、まあ、金額はね、えー、やっぱりそれなりにでかいです。 数百万円になるんですけれども、数万ドル、数百万円、で僕らの方は僕らの方で、えー、ちょっと保険をま利用はできてはいったんいるんですけれども、保険会社からっていうのは、もうある程度のね、あの上限、まあ、保険が出るっていう上限はやっぱ金額が決まってて、まあ、それも契約とかにもよるんでしょうけれども、これをもら、はい、あ渡します、これで直しなさいということなんですよ。 そこからは修理多くなっても知りません。私たちはこれぐらい、あの保険会社をね、もうこんだけっていうの決まった金額で言われてるわけです。で、それをね、ちょっと想定していたより、ちょっと、は、ま、る、あ、かにと言いますか、ちょっとオーバーしちゃってる感じなんですよね。で、やっぱりね、その、モルドが今懸念、やっぱ心配、問題があるっていうことなんですよ、修理会社。モルドっていうのは、いわゆる、まあ、カビ。 ま家のカビですよね。まあ、それが、まあ、どれぐらいなのか、発生してるのか、まあ、してないのか、どれぐらいのもんなのかというのをまずチェックしないといけない。まあ、それによってね、まあ、結構金額が決まってくるっていうことだったんですよ。で、まあ、究極の、ねまあ、選択肢っていうのは、えー、これだったんですよね。まあ、嫁で話してたのは、もしかしたらあの修理せずにもうそのまま売ってしまうっていうこと。 まあアズイズっていうんですけれども、まあ、日本語で言うとジャンクっていう言葉が正しいか分かりませんがそういった選択肢もまあないこともないんですよねあのアメリカの家ってもうほんとこんなオンボロガーみたいな感じでもやっぱりそれなりの値段で売れるんですよ特に LA ですと例えばもうねはちょっと火事で燃えちゃってるとか <laughs> まあ燃えたあととかそんな家でもそれなりの金額で売れるんですよねでもやっぱり通常より値段は下がっちゃうからまあそれは当然ですよね うん、で直さんと売ってしまおうかっていうようなことを、まあ、行く前にはね話してはいたんですで、まあ、結構ね修理会社の人とも話しましたで一応ねこういった選択肢は与えあのまだあるっていうこと言われましてまあ、そのね直す資材あるじゃないですかその修理の資材それをねそんなに立派なものじゃなくて安くを、ね、安い資材を選んでいくことは、えー、十分可能ということでちょっとセダン値段が下がる 可能性が出てきたとということなんですでそれと当初の予定ではもうキャビネットとかまあついてるんですよね、まあ、キッチンとかにもついてたと思うんですけどそういったの、うんまあ、結構、まあ、立派かどうか分かりませんけれどもあれもまあ捨てる予定ではあったんですよね、まあ、外さないといけないんでまず。でひょっとしたらそれを外さずにいけるかもしれんあの、まあ、外すんですけれども丁寧に綺麗に外してもう一回つけることがえ場合によってはできるかもしれないとかそういったこともねあって。 でひょっとしたらね、保険金額、もらっている保険金額でいけるかもしれないと、これ以上予期せぬことで増えても困るんで,で、そしたらね、いけないこともないっていうことでね、ちょっと話が落ち着いて、で嫁ともね、もうその場でも決断してしまわないといけないですし、もう早くね、やらないといけないんで、まあ、迷いに迷ったんですが、一応ね、今のところ、修理していく方向で決めました。はい、いやー この金額の大きいことをね、一つずつ、うん、進めていくこと、そして資金は持つのかという、ビクビクした僕の心を、うん、もう合わさって決めにくかったんですけれども、嫁はもうそれで行こうということで、えー、僕もね、それに乗っていくことにした次第です。はい。でね、あさってから、あさってにね、やっぱ早いんですよ。大きい会社で、もう時間とかもパーっとしっかりしてるんですよね。僕がね、普段使う、 一緒にね、頼んでいる安、あの、ちょっとお安いハンディマンさんとかじゃないんで、ね、そういうのはやっぱりお、まあ、大きい会社に頼んでるから、きちっとしてるんですよね。で、まず、何やったかなあさってに、とりあえずデモ、デモリューションデモリューションっていうのを、ま、やるということで、まあ、それどういったことかっていうと、まあ、解体ですよね。まあ、解体、床とかも全部外して、まあ、それによって、ま、そのカビ、まあ、カビが、ま、一つのポイントなわけですよ。それだったら大変。 ですからちょっと僕もどんな風なのか想像はつきませんけれどもそれを見てまたもう一つの判断があるんですよねでとりあえずデモリューションっていうのに、まあ、約5000ドルか80万円ぐらいかで今日本円ですとちょっと円安なんで80万円ぐらいにはなるんですけれどもまずねそれをしてからということですはいまあすべてがね、えー、うまくいけばいいんですけれどもとりあえず僕が念を押しておいたのは なんとか保険金あ、保険、いただいている保険で納めないと修理すら始められないっていうことはあのしっかり伝えたんで、でそこはね、あまあ、分かりましたということで、それで行、まあ、けるように、今、段取り組むと言ったので、ね、まあ、ここでね、あのまあ、すごいお金のある投資家さんとかだったら、もうがっつりお金をかけて、ねそ、もうすごい、ね、もう魅力的な家、内装にして。 ね、すごい高くで売るっていうのが、まあ、セオリー投資家のセオリーではあると思うんですけれども、えー、今はねそういった状況では、えー、とないものですから僕たちの方が本当にその予期せぬことを心配してるから何があるかわからないですので、まあ、ちょっと休めに行って、えー、次の、うんまあ、戦略を立てたいなと、えー、思っているとこですはい、えー、今日はね、えー、まあちょっと本当にいろいろ話してちょっと疲れちゃったかな はいえー、今ねまあ、ちょっと僕も嫁の方も自分の仕事の方はねちょっと抑え気味にしてこっちにやっぱりちょっと集中してて、ね、うまいこといけばいいなと思っているとこですまたこの段取りとかねプロセス、まあ、長い戦いにはなると思うんですけれどもまたね、えー、僕も記録のために <laughs> まあ残していきたいですしまあこのねアメリカの中古の家をね、まあ、売る作業の流れなんかも、まあ、一つねあの参考になればいいかなと思って動画を撮ってます はい、えー。ではですね、今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。